やっぱりね、後輩たちが、もう、この間の道玄坂の時も、もう人数集めて、話すって言ってさ、朝までいたって言ってたよ、それで。盛り上がっちゃって。一回蓋閉めますかとか言ってさ、今日電話かかってきた。女子連合ね。で、お前とかわかんねえのかって。お前、なんか渋谷、今日なんか言ってたやつ、俺がなんかその本人と電話してとか言って。俺、杉並太郎から電話かかってきてさ、おととい。で、結構もう言わないでっていうふうに言われててさ、すげえ謝ってたよ、杉並太郎。で、とりあえずもう言わないよってさ、もういいよいいよ。で、杉並太郎が言ったように、太郎のやつ消してさ、ね、仕事でも使ってるからって言ってさ、で、キョウ君ごめんね、みたいな感じで、ね、いいよいいよってさ、お前も悪いんだろって言ってさ、ね、それも分かればいいよみたいな。で、太郎にそういうふうに言って、蓋閉めたのに、お前また、その張本人となんか電話したって言って、ねなんか俺がポンチュ扱いされて、なんか、丸々派と敬語派みたいな感じになってたけど、何なんだよ、それ。なあ。何なんだよ、お前ら。ねえ。今日なんか俺がポンチュ扱いされて、なんか、丸々派と敬語派みたいな感じになってたけど、何なんだよ、それ。なあ。何なんだよ、お前ら。青いヘルスタイズ、空気階、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ジュニアさん。あ、そうですね。ジュニアさん間違いない。はい。ガレージチャンネルさん、ありがとうございます。はい、ハルトブシです。ありがとうございます。あ、ジュニアさん、ハルトブシです。ありがとうございます。ラニセツのハルトブシです。ありがとうございます。はい。ミオケンさん、ハルトブスです。こんばんは、ありがとうございます。はい。あ、応援兵隊さん、ありがとうございます。はで、今日、なんか、ハマさんあるって場所です。それで、なんか、俺がポンチューだとか言って勝手に言われてるけど、俺、抜き打ちでさ、外散歩してて、ね、尿検査したこともあるし、で俺なんか、覚醒剤なんか全然、絶対やんないからね。アフェルクさん、ハルトブシです。ありがとうございます。なんで俺がパンチ扱いされんだって、だから実施連合が話すって言ってんだろうって、もう俺はもう話さないから、お前らみたいなゴミかすと。ね、で、お前ら。